レーダーホーゼンオーバーバイエルン・ミースバッハ軍の民族衣装を着用した男女。レーダーホーゼンとは、ドイツ南部バイエルン州からオーストリアのチロル地方にかけての地域で男性に着用される肩紐付きの革製の半ズボンのこと。直訳すれば革ズボンになる。同地方の女性用民族衣装はディアンドルと呼ばれる。バイエルンではワイン祭りや結婚式などに 現在も頻繁に着られている。日本の小説家の村上春樹の短編、レーダー法前には、夫の依頼でこの衣装を購入しようとする女性が登場する。ここに記したのは一部の例であり、ドイツやオーストリア、スイスなどの地域、県、州ごとに仕立て焼きこなしに違いがある。半ズボンは黒い鹿革製で、裾などに緑の刺繍が入っている。 基本的には裏側であるが、無地の表側を用いたものもある。なお、このズボンで特徴的なのは、前開き部分が本腰立てではなく、水平ズボンのように手前に開くタブ状の開き部分を左右のボタンやファスナーで留めるようになっていることが挙げられる。肩紐は通常ともか製、もしくは別の革製で黒いものが一般的である。幅は、 比較的広く全胸部分が H 型になっており、その横紐にあたる胸当て部分が肩紐よりもやや広い楕円型や防水型になっているものが多い。また、この部分に花の刺繍が施されていたり、剣や衆のワッペンなどが付けられているものもある。肩紐全体にチロリアンテープのような刺繍が施されたものはオーストリアやスイスに見られる。綿積が 朝製の白いシャツに深い青色のネクタイを締める。この時ネクタイは胸当ての下を通る。靴下は灰色のウルール製で上部に緑の2本線が入ったもの。これに黒のハーフブーツやタングツを合わせる。帽子は緑のフェルトで飾り紐を巻き、ヤギの毛の飾りを留めている。ありがとうございます。